さて、どうする？ここか、白鷺杯。白鷺杯の前に何？これディミトリの誕生日ここなんだ。すげえどうでもいいけど。このびっくりマーク何？出撃のクエストができるよ。12月28ってもしかしてイベントない？ということは、どうしよっかな。特に何にもねえから先に出撃をやっておくか。外伝2つやろう。海の見える場所、水晶レベル、水晶レベルで見よう。先にしょぼいやつから終わらせていこう。出すか、あの悲劇ドゥドゥなんて。サクッといきましょう。弱き者の戦い。何かあったか。おう、先生か。実を言うと、お前に頼みが。殿下、戻られましたか。すまない、待たせたな、デル。先生もここにいたとは。ちょうどよかった。お前にも一緒に聞いてほしい。ドゥドゥには先ほど伝えたが、王国西部ダスカー地方で反乱が起きた。なぜダスカーで反乱か。ドゥドゥ、俺から説明した方がいいか。いえ、俺の口から。ダスカーは俺の故郷だ。王国の西北端、山を越えた先にある。だが今、俺たちダスカーの民はダスカー地方で暮らしているわけではない。ダスカーは王国軍の手で焼き払われ、そこに住む人々も皆虐殺された。国王殺しの罪のためにな。空白地となったダスカー地方は王国貴族の領地となったが、俺のようにこうして今もダスカーの外で生き延びている者はいる。今回の反乱はダスカーの生き残りが故郷を取り戻すべく企てたのだろう。ダスカーを治めるクレイマン子爵から王と並びに教団へ救援要請があった。ひとまずダスカー近隣の諸侯の軍が鎮圧に向かうことになったが。なんか問題でも。いや、兵力にも連動にも問題はない。むしろ殺しすぎることの方が心配だ。そもそも王国軍にはダスカーの民を仇と信じ憎んでいる者も少なくないし、あえて彼らを撃たないのが政治的な価値を持つかと言われるとそうとも言えない。王国軍とダスカーの反乱軍が衝突すれば、まず間違いなく反乱軍は壊滅するだろう。いや、反乱軍の壊滅で済めばいい方だな。それでだ、今しがた教団から許可をもらってきた。許可？教団から派遣される兵の中に俺たちの学級を加えてもらえるよう頼んだんだ。殿下、それではやはり。まあ待て、俺たちにも士官学校の生徒としての務めが残っているだろう。行くか行かないかを判断するのはあくまでも先生だ。どうする？行きましょう。すまん先生、本当に感謝する。俺からも礼を言おう先生。早速皆に声をかけてこよう。すでに王国軍の先遣隊が到着していたか。やはりダスカー軍とは連度が段違いだ。このままでは虐殺になる。二度は繰り返させん。だが王国軍に手出しはできん。彼らに殺し尽くされる前に
ダスカー軍を倒して撤退させるしかあるまい。間もなく王国軍の本体も到着するはずだ。それまでに俺たちで反乱の鎮圧を図ろう。本体が到着すればもう撃てる手はない。急いで進軍しなければならないな。教団と王国軍の連携が取れていないようだ。頭の痛い話だが利用しない手はないな。こちらが先にダスカー軍を撤退に追い込む。そうすれば王国軍も戦わず引くだろう。なるほど。ではやはり急がなくては。王国軍より先にダスカー軍を撃破すると死亡させることなく戦場から撤退させられる。撤退させた数に応じて報酬を獲得できます。全ては我らが宿願のため、ここで消えてもらおう。遅い。負けられないのです。死にたくないのなら引け。あんたらファーガスの軍じゃないのか。とにかく助かった。礼を言う。東西の二手に分かれて進軍する。迅速にダスカー軍を制圧せよ。動き出したようだな。急がなければ。許さん。貴様らさえ、貴様らさえいなければ。それは我々のセリフだ。死んで大殺しの罪をあがない。我らの宿願もここまでか。俺は王国軍の様子を見てこよう。ルル、ダスカー軍は任せる。は、くれぐれもお気をつけて。一部のダスカー軍を撤退させられました。大きな金塊、結局金か。騎士団、ダスカ重装兵団。なぜ我々を助けた。同胞を殺すことはできん。命ある限り我々は戦い続ける。それでもか。また屈服させよう。殿下に危害を加えん限り殺しはしない。愚かだな。ああ、愚かすぎる。いいか、貴様らに奪われた故郷を取り戻すまで我々は決して諦めない。俺とて故郷への思いは同じだ。なんだと。ファーガスに魂を売った貴様が何を。殿下は俺たちダスカーの民に居場所をくれると約束してくださった。殿下だけはファーガスをダスカーの血を誇れる国にしてくださると、そうおっしゃった。そんなものが実現するはずがない。甘い言葉に騙されおって。お前がどう受け取ろうと構わん。だがいつかあの方が王となった暁にはファーガスは必ず変わるのだと、俺はそう信じている。その希望にかけると決めた。王国軍は城塞に撤退した。もう危険はないだろう。ファーガスの王子、貴様はまだ走れるな。早く行け。向こうでお前の同胞が待っている。くれぐれも王国軍には見つかるなよ。縁があったらまた会おう。願い下げだ。だが覚えておけ、ダスカーの民は恨みも受けた恩も忘れない。頼みをお聞き届けいただきありがとうございました、殿下。
いや、いい。これは俺の望んだことでもある。礼ならば、出撃の許可をくれた教団と指揮を取ってくれた先生に言ってくれ。そろそろ俺たちも戻るとしよう。先生や皆が待っている。はっ、お供いたしましょう。じゃあもう一つの外伝はシルバンをやりますか。推奨レベル13なんで。マイクラの率いた族の残党がゴーティエ辺境領で再び暴れ出した。その知らせを受けたシルバンの決断は。持たざる者たち。よう先生、ここにいたんですね。お元気そうで何よりです。もしかして今日もお仕事ですか。たまには放り出してもいいんじゃないです。いや、そういうわけにはいかん。その先生、せっかくですからちょっと飯でもおごらせてくださいよ。目的はなんだ。いや、いらん。ほら、そう言わずに。いや、無駄か。正直に本題に移った方が良さそうだな。頼みにくい話ではあるんですが、手を貸してもらいたいことがあるんです。まさか女性関係か。実は町の女の子と。あ、ではなくって。違います、今回ばかりは違いますから。簡潔に言うとですね、うちの領事まで盗賊退治に来てもらいたいんです。俺の兄上のこと覚えてます？コナン島で戦ったあの盗賊の首領です。マイクランか。ええ、ご名答。もう死んじまいましたけどね。どうやら兄上の率いていた盗賊の残党がうちの領事で暴れ回ってるようでしてね。で、父上はその討伐を手伝えとわざわざ俺を呼びつけてきたんですよ。しかも厄介なことに、騎士団じゃなく俺だけをですよ。面倒でしょ。なんで教団に遺産を取り戻してもらった手前、また頼むのはメンツが立たないんでしょ。おとなしく隣のブレードットやフラルダリウスを頼っとけいいのに。まあ、もしかすると他に狙いがあってのことなのかもしれませんけど。それにしたって父上は俺に修行でもさせるつもりなんですかね。今回の件は学級の連中にも手伝いを頼んでみるつもりでいますけど、先生にも一緒に来てもらえれば俺としては非常にありがたいんですが。よし、行こう。さすが先生。それじゃあ早速俺はみんなに話をつけてくるとしましょう。さて、盗賊を挟み撃ちにするところまではどうにかこぎつけましたか。見たところ盗品を抱えたままの賊もいる。とっ捕まえたいところですが、奴らの用心深さは貴族の御令嬢のみだ。迂闊に近づけば逃げられちまう。となると狙うべきは砦に陣取る盗賊どもか。奴らを倒せば賊も逃げ道を失うはずです。え、ね、どちらいいの？これ？てめえらみたいな偉そうなやつに殺されてやる義理はねえ！せぇ！遅い！死ねば！少しは強くなったか。よし、これでいいよな。とりあえずこの逃げ道は塞げましたね。それじゃ残る砦も落ち着いて落とすとしましょうか。よし、この砦も抑えられましたね。さて、
ここまで逃げ道を塞い、さて、あさて、これで盗賊討伐も終わったか。なかなかに骨が折れましたね。けど、いかんせんこのご時世だ。盗賊なんていくらでも相手出てくる。それでも、一時の間、この町に平和が戻ったことを喜ぶとしましょうか。すべての盗賊を討伐しました。巨大な金塊。金なんな。でも金結構必要。あ、なんか手に入れた。ロングボウ。魔除け。全部持てないけどな。騎士団、ゴーティエ騎士団。先生、この間はお疲れ様でした。付き合ってもらえて本当に助かりましたよ。盗賊退治は無事に成功。父上からは報酬も受け取ってきましたし、一件落着ですね。と、報酬といえばこいつを忘れちゃいけませんでしたか。父上が俺を呼びつけたのはやっぱりこいつを俺に渡すためだったみたいです。盗賊の討伐をさせたのも遺産の継承に際してそれなりの箔をつけさせるため。兄上を死に至らしめた破裂の槍がこうして俺の手に渡るとはね。あれ、これって教団に預けられたんじゃないの？まあ、そこは心配ご無用です。俺にはゴーティエの紋章がありますから。兄上が望んで望んで最後まで手に入れられなかった紋章がね。マイクランの話？ええ、昔から兄上は本当に救いようのない野郎でした。わがままで自意識過剰で傲慢で、俺がいつも尻拭い、死んだ後までそうだ。けど紋章を持って生まれたのが俺じゃなく兄上だったらと思うと、俺が兄上のようになっていたのか、それともまた違う運命があったのか考えても仕方ない。そうですよね。過ぎたことを悩むなんて俺らしくない。とにかく今は略奪を受けた人たちが元の暮らしに戻れるように祈りましょうか。多分盗賊の被害そのものはしばらく続くと思いますけどね。なんで？なぜって、そうだな、もともとファーガスは寒くて貧しい土地です。うちの領地は10年前まで北方の民スレントの戦場にもなっていましたし、加えて戦王陛下が倒れてからは国の情勢そのものが不安定ときた。食いぶちのために盗賊に身を落とすやつが増えるのも当然な話じゃないですかね。おまけに今の摂政は女に熱を上げて国政を顧みないなんて噂もありますし、実際その失政のために今のファーガスは傾いている。殿下がとっとと大いについてくれりゃ多少は状況も変わりそうなもんですがね。なんて話は置いておいて、とにかく今回の報酬の使い道はお任せします。それから破裂の槍もね、あんたになら任せて大丈夫でしょうから。そうだ先生、今度こそうまい飯でもおごらせてください。うん、まあここは素直に受け取っときますか。気を使わなくていい。いやいや、そう言わず、ほら俺とあんたの仲じゃないですか。本当にありがとうございました先生。感謝してるんですよ本当にね。破裂の槍ゲットした。これさ、外伝結構時間かかるから、ちょっと前回みたいに外伝は1個の動画にまとめましょう。というわけで、とりあえず外伝これにて終了。次は舞踏大会ですね。